皆さんこんばんは、早見翔です。このラジオは毎週金曜日に放送していますラッシュラジオのスペシャル版になっています。まあね、ラッシュラジオも2月からちょっとこう活性化しまして、中村環奈さんの完治のゆる掘りとかですね、2月、あと下鶴くんも担当しましたね。まあ、2人ともね頑張ってました。まあスタートとしてはとっても良いと思います。ただまあうちにはですね、なんて言うんですかね、もうこう金脈とかですね、まあ、なんかプラチナとかですね、こうものすごい宝がいっぱい眠ってましてですね、これからどんどんみんなが出てくことになると思います。まあ、僕もね、折に触れてなんかやりたいんですけれども、近いうちに本当にアーティストスポークが終わって、その後またちょっと皆さんとねお話しする機会も持ちたいと思ってますので、ぜひ、実現させますのでちょっと待っていてください。で、まあ2月は僕の写真展ハルモニアがありまして、これにねファンの方もたくさんいらしてくださって、まあ、うちのスタッフとか、タレントもね皆さんたくさん来てくれて、ただなんかね僕の前でねあんまりこう語ってくれないんですよ。どうだった、良かったです、いやそうじゃなくて、なんかもうちょっとこう深く聞きたいんですけど、なかなか聞けないという状態でありますが、まあおいおい、まあ、お酒でも飲みながらじっくりと追い詰めていきたいと思ってます。さあ今日3月3日は、ひな祭りですね。おひな様、僕の憧れのひな祭りです。なんかもう秘事というか僕が知らない世界なので、どんなことが行われてるか今でもちょっとこう怪しげな目で見つめています。でもまあお子さんね、女のお子さんがいるご家庭はぜひ楽しいひな祭りを送ってください。そして今日はですね、ヒプナマの日でもあります。今日またいろいろと、やることがたくさんあって、お伝えすることもいっぱいありますので、あと2回かな、今日含めて僕たちの担当が終わってしまいますけれども、引き続きヒプナマの方もよろしくお願いします。まあね、今月ちょっと地方行ったりバタバタしてますけれども、花粉にもめげず頑張っておりますので、皆さんもね、楽しい毎日を送ってください。そんな感じでね、まあ本日ここまでにしますけれども、チャンネル登録とそれから高評価をいただければありがたいなと思ってます。でもね、こんなことをお願いすることじゃないんですよね。良ければね高評価くださるんですよね。なので僕たちが皆さんの高評価をいただけるような、良いものを作っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。